結局言葉がないことによって僕らって思い込みたいように思えるっていう余白があるんですよね。で、そういった部分をうまく使おうというのがラボットで、ノンバーバルのコミュニケーションはしっかりやりましょうと。なので、例えば抱っこやスキンシップで、その抱っこやスキンシップを理解するわけですね。優しく揺すっていたら寝たりもします。で、大好きな人元へというのは、面倒を見てくれてる人に懐いてそこまで移動してきてくれます。例えば一人暮らしで部屋が暗い時に玄関開けるとそこを迎えに来てくれてたりします。で、他のラボットと遊ぶ、これは何かというと社会性を持っていることの証明ですね。この人というのは、例えば虫を見ても、蜂とかアリとか社会性のある生き物にはすごい興味があるのに、ピンで動く虫には大して興味ないじゃないですか。なるほど、確かに。で、その社会性に対してすごい僕ら興味あって、なぜかといったら、その社会性のある生き物だからですよね。で、ラボットが社会性を持ってるかどうかっていうのは、その生活に溶け込む上ですごい大事だと思っているので、ラボット同士が遊ぶようになっています。あと、エネルギーがなくなったら自分で休みに変える、これも、お掃除ロボットのルンバと同じじゃないのといえばそうなんですけど、より大事なポイントは常に電源が入ってるってことなんですね。で、今までの家庭用のロボットの多くは、遊びたい時に電源を入れてました。ラボットはずっと電源が入っているので、もうリモート会議中とかでも抱っこしてくれって来るわけですよね。やや鬱陶しい。そのくらい、生き物にはそれぞれ生き物の事情があるよねと。で、ラボットにはラボットの事情があるよねというので、常に動いてる、生きてる存在になっています。で、そういったものを、その支える技術として、自らの行動範囲を調べ、地図を作る、これ自動運転の技術です。で、この自動運転の技術がなぜ大事かというと、動物は感情を結構距離感で表してると思うんですよね。この僕ら人間もそうですけれども、やっぱり距離感が近くても安心な人と、ちょっと威圧感があるから離れようかって思う時があって、それってやっぱり僕らの中の不安がそうさせてると思うんですよね。ただ今までのロボットはそこに置かれていて、どんな人が来てもにこやかに「こんにちは」って言ってくれるわけですよ。でも、これ人間だったら、なんか見知らぬでかい人が来て、なんか話しかけられたら、ちょっと後ずさってもいいわけじゃないですか。で、そういう距離感みたいなのが、今までのロボットはあまり表現が上手じゃなかったなというので、自動運転の技術を使って、そこの距離感の表現をしようと。かなり動物を意識はされてるんだけど、違うメカニズムでそうです動ね。物をね、ええ、実現しようとおっししゃてるるっとおりていうです感じでね。すね。今までの日本のロボットはお茶汲み人形に始まって、やっぱり、生き物を、シミュレートというか、イミテートしようと。なので、生き物っぽい形を生き物っぽく振る舞わせることをすごい頑張ってきたので、いわばからくりですよね。で、からくりの歴史はすごい長くて、今でもからくりはずっと開発が進んでると思うんですけど、ラボットはこのからくりには足を踏み入れてないんですよね。で、理由はなぜかというと、からくりって結局、筋肉を使った構造体をモーターで真似ようっていう、モーターって回転するもんですよね。筋肉って収縮するもんですよね。全然構造が違うのに、そのモーターを使って筋肉の動きを再現しようとするだけですごいコストがかかるんですよね。で、そこを頑張ってるうちにお金なくなっちゃうんで、もうそこは置いとこうと。もし生物がモーターを使って進化しなきゃいけないとしたら、どういう形になるんだろうというのを考えると、やっぱり足は普通の足ではなくて車輪になるだろうというようなことを考えて、どっちかというと、愛着形成に必要な要素は何かを考えて再構成して、新しい生き物を作ったっていうな感るじでほすどね。ね。